行くぞ、立て。ジェフが撃たれたわ。僕は平気だ。見せろ。大丈夫、助かる。いいな、立てるか。ダメ。よし、ほら捕まれ。ジェフ。あ、いい、置いてけ。どうせ壊れてる。行くぞ。頑張れ。よし。レイト。大丈夫、そうだろう。よし、ドアを開けてくれ。助からないわ、置いてくしかない。嘘、ダメよ。ドアを開けろ、車へ。私たちまで殺されるわ。よし、アイド、行くぞ。行くわよ、行ってないと。レイトするわ。オッケー、とっとと逃げるわよ、早く。エルナ、ドアを塞げ。オッケー。こんなの無理よ。いいから行け。うっ、えー、このバカ野郎。奴らを撒いたわ。いや、あの見つけたぞ。危なかった。頑張ってジェフ、絶対助かるから。大丈夫だジェフ、助かるぞ。しっかり。なんだよこれ。早くこっちよ。門を開けて。危ない、エレナ。私は大丈夫。優しいだろ、初対面なのにね。大丈夫。よし、頑張れ。なんでよ。大丈夫、ほら飛べるでしょ。ジェフは、あ、頑張れ。諦めるしかない。無理だ。ネイト、待てジェフ。オッケー、頑張ったけどもう無理。これ以上は連れていけないわ。ジェフを見殺しにするのか。彼はもう死んでるも同然。今行かないと私たちまで危ない。なら行け。そうよ、誰も止めない。クロエ、ここに入ったぞ。おい、逃げるんだ。助けようとしたのに。何よ、こっちだ。クロエ、こっちだ。どういうことだ。上だ。ごめん。銃を捨てろ、すぐにだ。彼女を頼む、怪我してる。列車へ連れて行け。信じられない、いつどこで垂らし込みやがったんだか。これで愛子だろう。いや、まだだ。ここに寝ている男は寺院から連れてきたのか。ご苦労だった。さて、それで寺院で何を見つけた。あんたが探してるもんだ。いいな、石の在りかは俺がいなければわからない。だから彼女を逃がせ、石へ連れてってやる。
お前、私のことをしつこく嗅ぎ回ってる記者か。こいつの話が嘘だったら殺す。調べろ。あげろ。これは最高だ、ネイト。どうぞ。交渉決裂のようだな、ドレイク君。全部隊集合、すぐに出発だ。おい、行くぞ。お前は二人を始末しろ。お任せよ。あんな化け物とよく組めるわ。敵に回すよりはマシだ。そういうことか。俺たちを殺す気か。見りゃわかるだろう。立て、立てと言ってる。逃げて。逃がすな。こっちだ。行け。このクソ野郎どもめ、絶対に逃がさないぞ。はっ、うちか。止まるな、止まるな。すぐ近くにいるわ、レイト。これぐらいなんでもない、うん、よし。大変。行ったみたいだ。巻き込んじゃってすまなかったな。いいの、私が望んできたんだから。いや、っていうかこんなごたごたに。危険はあるって分かってたわ。オッケー、それじゃあこれからどうするの。彼女を追いかける。そうよね、大体追いかけるって。フリンが列車がどうとか言ってた。彼女は操車場に連れてかれた。ここだ。操車場はあっち、給水塔の向こうだ。彼女は私たちに銃を向けたのよ。分かってる。引き金まで引こうとした。ただ奴らが先に撃っただけよ。仕方なかったんだ。何それ。フリンに俺との関係がバレてた。ラザレビッチに裏切りが知れたらどんな目に遭わされると思う。そうよね、彼のやり口は知ってる。それじゃ助けるしかないだろ。泥棒同士のお約束事。そんな感じだ。何やってるか分かってるんでしょうね。全然わかってない。うん、よかった。変わらないものもあるわけね。オッケー、行きましょう。え、おいおいおい、ダメだ。お前は残れ。ネイト、うるさい。いい？列車に乗り遅れるわ。あれが通水だ。マオシを見るわ。散開しろ。奴らを止めろ。待ってろ。そこら中にいるわ、気をつけて。いつもそうだ。ねえ、何か見つかったか。まだだ。銃がいる。
何か見つかったか？何もない。オールクリア。よし、給水塔へ向かいましょう。あそこへ登らないと。感動した？俺一人で全員を倒した。感動ってほどでもないわ。ここに非常階段があるが手が届かない。分かった、ちょっと待ってて。オッケー、うんうん、上がったらこっちに下ろしてくれ、うん。その通り。ねえ、ちょっと見て。行きましょう。どうした、鍵か？困ったわね。ねえ、向こう側から閉められてるんじゃないの？よし、別の方法でそっち行く。なんとか外しとけ。いい考えね。ねえ、ねえ、長年サーカスにいた甲斐があったわね。それは笑えるぜ。俺は猿かもしれないが、檻にいるのはどっちだ？ねえ、まだドア開かない？上がってろ。惜しい。試してみろ。オッケー。あ、これで感動したかも。やだ、ちょっとお客さんよ。くそ。左の上にいるわ。右の上にいるわ。左、右、そこら中にいる。全滅だ。やだ、後ろに気をつけて。こいつら諦めろ。マジかよ。ここで援護してるわ。行くぞ。ああ、悪くないぜ、レポーターにしちゃな。それを待ってたのよ。よかった、給水塔に着いた。ああ、やった。よし、かがんでろ。
プラン B とかあるわけ？今考えてる。彼女だ。フリンと一緒だ。考え直した？いや。よし、奴らそろそろ動き始める。俺たちも急ごう。まず俺が一人で行くから。ネイト、待て待て待て、聞け。たまには聞け。お前はあそこに行って、あのいい感じの四駆を奪うんでしょ。奪ってこい。ん？運転を頼む。俺が行ってクロエを連れ出したら、後ろから来て乗せて逃げる。乗せて逃げる。え、了解。大丈夫？俺は分かってる。行って。大丈夫？よし。よし、気をつけろ。よし、後でね。そう、また会えたら。ああ、楽な方法で降りてる。ソーセージの匂いは最高だ。これでいいだろ。オーケー。ここに乗って周りを見渡そう。あそこに列車が。どうやってあそこに降りればいいんだ。逃げる方法があるはずだ。この古いのを動かせるかもしれない。まだ考えてない。いいぞネイト。そんなに強いやつ引かないみたいな。クロエを連れてエルナはどこにもいない。じゃあそれで怪物に引くか。それで C プランはあるの？ああ、全速だ。なんで？あの列車に乗る。
頭おかしくない？近づいてくれ、飛び移る。なるほどね、おかしいんだ。踏み込め。で、どうやってクロイをあの列車から降ろすわけ？そこまでは考えてない。そりゃそうよね。よし、よし行くぞ。ちょっと待って、あと少し。待て。